こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は嬉野市中央体育館嬉野市民センター落成式の話題、嬉野市就学相談についてのお知らせ、第21回富士祭りについてのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。昨年から工事が行われていた嬉野市中央体育館嬉野市民センターが完成し、4月13日土曜日落成式が行われ、関係者などが出席しました。嬉野市中央体育館嬉野市民センターの落成です。どうぞ。ありがとうございました。嬉野市中央体育館嬉野市民センターは、老朽化した嬉野市体育館、社会体育館、嬉野公民館などを一つの場所に集約し、スポーツ、文化活動を通して多くの市民の交流の場として多目的に利用可能な施設として建設されました。嬉野市中央体育館の愛称はユースポで、バスケットコート2面が入るメインアリーナとレクレーションにも利用できるトレーニング室などで構成されています。床材はクッション性に優れた体の負担を軽減するもので、国際規格として採用が増加している新しい床材です。嬉野市民センターは木造平屋建てで、公民館事務所、会議室、調理室、地域コミュニティ事務所などがあり、市民の方の憩いの場となることを目的とした施設になっています。本日ですね、嬉野市中央体育館が新たにオープンをいたしました。大きな特徴といたしましてはですね、この床材、サブアリーナも含めてですけども、バレーボールだとかハンドボールだとか卓球もそうですけども、屋内競技のあらゆるですね、国際規格に対応したタラフレックス材を用いております。国際基準を満たしているということはですね、これから東京オリンピック・パラリンピックもありますし、国際化が進む中でですね、あらゆるですね、競技のですね、屋内競技のナショナルチームの誘致だとか合宿誘致、そういったこともですね、視野に入れながら、この嬉野市全体のですね、プロモーションにもですね、つなげていきたいというふうに思っております。嬉野市といたしましても、スポーツのまちづくりを進めていくということをですね、内外に明確にですね、打ち出させていただいております。スポーツがもたらす感動を市民皆さんで共有することで一体感を醸成していくということももちろんでありますし、また市民の健康づくり、生きがいづくりという観点からもスポーツを取り入れてまいりたいと思いますし、また子どもたち、そしてまたですね、市民の方の夢を育む場としてもですね、この体育館利用していきたいなというふうに思っております。合わせてですね、オープンいたしました市民センターについてもですね、皆さんがですね、いろんな市民活動を通じて心を寄せ合う場として利用が進めばいいなというふうに思っております。新しい文化を生み出す拠点として機能することをですね、心より願っております。どうぞですね、皆さんにもですね、積極的にご活用いただくことをお願いしたいと思います。落成式が行われた嬉野市春季体育大会小学生バレーボール大会では、村上嬉野市長が始球式を行いました。多くの児童たちが新しい体育館ユースポで元気いっぱいにバレーボールを楽しんでいました。体育館を使用した感想を聞きました。チャンスボールが来て上を向いても眩しくなかったし、使いやすかったです。試合中にフライングレシーブをしても全然痛くなかったです。嬉野市中央体育館嬉野市民センターが多くの市民の皆様の交流の場となることを期待します。嬉野市教育委員会から第1回嬉野市就学相談のお知らせです。来年度小学校または中学校に進学されるお子さんを対象に第1回嬉野市就学相談を行います。就学相談とは、発音が分かりにくいなど
言葉の発達に心配がある、聞こえ方や見え方に困り感がある、強いこだわりがあって同年代の子とうまく遊べない、読み書きがうまくできない、手足が不自由である、病気がちである、など就学について不安を持っておられる保護者の方に対して、子どもの教育を専門にしている学識経験者や教職員がご相談に応じます。また健やか嬉しの子に記載されている気づきのポイントにチェックがたくさん入るというお子さんもいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。相談の仕組みは相談時間45分程度です。通級指導教室や特別支援学級など必要な情報の提供を行います。引き続き相談が必要な場合は第2回目の相談についてご案内いたします。第2回目の相談は8月下旬に予定しています。この就学相談の結果をもとに、保護者の方と教育委員会及び学校でお子様に適した学びの場について考えていきます。申し込み方法は、お子さんが通われている学校や幼稚園、保育園、認定こども園等を通じてお申し込みください。家庭で保育をされている場合は、直接嬉野市教育委員会へ申し込んでください。申し込み用紙は嬉野市教育委員会のホームページからもダウンロードできます。第1回嬉野市就学相談は、相談日時2019年6月5日水曜日午前9時から午後5時までです。場所は嬉野市中央公民館塩田公民館2階です。申し込み締め切りは2019年5月10日金曜日です。お問い合わせ先は嬉野市教育委員会学校教育課、電話番号0954-66-9128までご連絡ください。以上、嬉野市教育委員会からのお知らせでした。皆様こんにちは。嬉野友ネットワークからのお知らせです。香り豊かな新茶のおもてなし、また苗木、花苗のプレゼントなど、楽しさいっぱいの第21回富士祭りを開催いたします。日にちは4月29日昭和の日、場所はみゆき公園、雨天の時はみゆきドームです。時間は午前10時より午後3時までの予定です。ステージでのイベントを見たり、フリーマーケットなど楽しさいっぱいです。どうぞたくさんの皆様のお越しをお待ちしてます。皆さんこんにちは。嬉野市心の架け橋手話言語推進委員の宮園です。松尾です。岩津です。みんなで楽しく学ぼう手話コーナーです。今回の手話はさようならです。皆さん一緒に学びましょう。それではどうぞ。春、それは出会いの季節、そして別れの季節。出会いがあれば別れもある。繰り返される諸行は無常。みんな卒業おめでとう。
先生、ありがとう。お世話になりました。今日でさようならですね。松尾、お前はやんちゃで手のかかる生徒だっただけに先生寂しいぞ。先生、湿っぱかだな、芝居。よし、じゃあ旅立つお前たちに歌のプレゼントだ。聞いてくれ。くれがず街の光と影の中、去りゆくあなたへ贈る言葉。似てないよ。よし、先生をどうあげしよう。今回の手話、さようならの動作について説明します。さようならは腰を広げた右手の手のひらを前に向けて顔の脇で左右に軽く振ります。皆さんもご一緒にさようなら、さようなら。次に今回の指文字、胴上げの動作です。ドうあげ。皆さんもご一緒にドうあげ、ドうあげ。今回の手話はさようならでした。次回もお楽しみに。4月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。4月の小児時間外診療はご覧の通りです。4月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。4月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。